Hello everyone, welcome back to my channel and now I'm going to watch Fate Grand Order Tomoe Gozen's voice line. So let's check it out. アーチャーインフェルノ、戦働きのため参りました。仮の名にございます。ええ、神名ではありません。 Oh, it's not her real name. どうか無礼をお許しください。鍛錬の成果でございましょう。This teenage warrior reminds me of Okita Soji, but she's an underclass servant. 角? A horse? 頭に? いえ、何も。There are horses. 何もありません。 On your head? ありませんのでお伝えいたしません。はい。 Oh, that's a Sharingan symbol on her armor. ありがたきことです。これ以上は無理なのでしょうね。はい、私は鬼です。我が身は鬼の血を引いているのです。これより先私をおそばに置くかどうか、よくお考えになった方がよろしいでしょう。申し訳ありません。そしてありがとうございます。名を告げぬ無礼者をこうも重用してくださるとは、感服いたしましたマスター。 Hey, she's a nice person. Hey, that's the first costume.ことあるごとにお連れいただけるとは、もしもお役に立てているのでしたら嬉しいです。一層励みます。マスターは優しいお方ですね。でもご無理はなさらず。そうだ、せっかくですし、レクリエーションカルデアのあそこで休んでいきましょう。私はゲームというものが好きです。マスターはいかがですか？どこまでもお使いいたします。それがあなたのサーバントとして限界したものの務めでありましょう。ところでゲームの続きを遊びたいのですが、よろしいでしょうか？名を告げぬままに、あなたと随分多くの戦場を共にしてきた気がします。ありがとうございます。その信頼に応えたく思います。私の神名、それは、Why? いえ、言いません。どうしてもすみません。本当に、そろそろご出立の時刻ではありませんか？無礼は承知しています。いつか神明を告げられれば良いのですが。マスターを私は主君と認めています。
どうか信じてくださいましね、マスター。いつか名を告げられた時には好きなものなど語ってみたいですね。So now she won't tell me what she likes to? 嫌いなものといえば、ああ、力仕事などはちょっと嫌ですね。いえ、疲れるからではなくて、殿方でも疲れるような力仕事、どうも私はひょいひょいとやれてしまうようで、その人目を集めることもしばしばお恥ずかしい。聖杯、そのようなものに願うことは何も、私はすでに死した身です。かつてのせいに思い残すことがないといえば嘘になりますが、それでも、はい、秘める思いはあれど願うことはありません。Oh, it's a great answer about that holy grail. 戦か祭りか何かが起こっているようです。参られますか。我が名はトモエ、トモエ御前などと余人に呼ばれることもありましたか。義仲様にこの身を捧げたものではありますが、今はあなたにお仕えするサーヴァントにございます。角、見えてしまいましたね。お恥ずかしいことです。ですが、これが巴の本当の姿にございます。これからもお仕えいたします、マスター。ありがたきことです。この姿は、ああ、そういうことなのですね。もはやこうなれば、我が身に流れる鬼の血を厭うのは、今日この時をもってやめましょう。巴は、持てる力のすべてをもって戦います。巴は、幸せ者ですね。死した後であるというのに、優れた主君に巡り会えました。この私は、願いを持ちませんが、こんな風に思うことはあります。もしも義仲様とあなたがお会いしたら、親子のように親しくおなりになったでしょうね。ことあるごとにお連れいただけるとは、もしもお役に立てているのでしたら嬉しいです。一層励みます。マスターは優しいお方ですね。でもご無理はなさらず。そうだ、せっかくですし、レクリエーションルーム、カルデアのあそこで休んでいきましょう。私はゲームというものが好きです。マスターはいかがですか。どこまでもお使いいたします。それがあなたのサーヴァントとして限界した者の務めでありましょう。ところで、ゲームの続きを遊びたいのですが、よろしいでしょうか。マスターは義仲様とは違います。それは重々承知しております。戦における義仲様の最後を巴は見とれませんでした。無念の極みです。ですから、マスターは、どうか、健やかにいてくださいね。最後を見取らせてくれとは申しません。健やかに、穏やかに、幸せに、長生きをしてくださいませ。What a nice person. そろそろご出立の時刻ではありませんか。マスターはこの巴の主君、どんと構えていてくださいね。
マスターとは主君の意、トモエは紳士にお仕えするのみです。義仲様についてお聞きになりたいのですか？もちろん構いませんよ。何からお話しいたしましょう。義仲様、範頼、義経、そして頼朝公、そのような方々ともしまみえたなら、巴は自らを律せられる自信がありませぬ。おそらくそこには鬼がおりましょう。聖杯、そのようなものに願うことは何も。私はすでに死した身です。かつてのせいに思い残すことがないといえば嘘になりますが、それでも、はい、秘める思いはあれど願うことはありません。戦か祭りか、何かが起こっているようです。参られますか？召喚ゼオン菩薩、私に力を。Oh, this is a true answer. ボン、アロリカストーカー、存在だ。 Okay, guys, so that's the end of this video, which is the voice lines of Tomoe Gozen. So this girl is a half oni and half human because she got an oni blood inside her body. And I really love her noble phantasm because she really used that bow and arrows as her weapons. It's like that she's a true archer, just like Atlanta. It's different from Asagami Fujino because Asagami Fujino didn't throw or use arrow and bow as an archer class servant. And also I really like her personality. She's so loyal to the master and she's so fond of this Yoshinaka-sama. And I still don't know about that person. Maybe Yoshinaka-sama was her master. And also I really like this girl because she loves to play game in Caldea. And also even though she's an oni, maybe half oni, but she's very beautiful. Okay, she's different from Shuten Doji because Shuten Doji got a little bit scary face. So thanks for the one who shared the link of the video in the comment section. I really appreciate it. And as usual, if you guys have another video that you want me to react to, just put it in the comment section. So thank you guys for watching the video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again on my next video. And take care.